はい。ものすごく久しぶりにここからの配信になってます。ここからのというかここで撮影した配信になってます。ここのところね、別に何もなくサボってたわけじゃなくて、ちょっといろんなとこ行ったりとかしててね、香川にもう 7,8 年ぶりかな、もっとなんのかな、ひょっとしたら。うどんを食べに日帰りでこっちを5時に出まして、1軒目東香川市の吉本食品さんっていう初めて行くお店にね、8時に着く計算で出まして、もうまだ暗い高速を一路東香川市に向けてぶっ飛ばしてまいりました。1軒目のね、その初めて行った吉本食品さんっていうところがすごく良くて、出汁の味も、出汁の味とか、つゆの出汁の、味も、いりこがすごいしっかりしてて、かといって、いりこ臭くない感じの。で、出汁が効いてて、優しい味っていうね、それも非常にいい感じでした。麺もツルツルの感じの、そんなに硬くない、ゴリゴリした感じではない、関西人にも食べやすい感じの麺でね、非常に良かったです。今回定番宮武とか山越えとか山内とかいつも行ってるとこ、蒲生はね、今回日が合わずで休みの曜日やったので行けなくて、蒲生はもうなくなく外したんですが、あとその日の出製麺所っていう、前から行きたかってなかなか行けてなかったとこがあったので、そこを行ってきまして、非常にそこも良かったです。多分ね、もう 2,3 日したら、おっさんがうどんを食うだけの動画っていう動画が上がりますんで、それ見てもらったら、10件一応ね、リストアップしてたんやけど、ちょっとコースから大きく外れてるとことか、いろいろあって、3件を外したんですが、まあ、7件回れて、昼過ぎにはもう7軒目回って、で、ちょっとそこでいろんな意味でストップがかかったので、そのまま7軒のうどんをこなすために、コンピラさんに初めて、コンピラさんも下まで行ったこと何回もあるんやけど、登ったの初めてで、立木さん登ってたらね、登れるわ、そこ全然。そんなにめちゃくちゃしんどいわけではないっす。奥まで行ったらまだ200何十段プラスある らしいんだけど、別にそれ考えてもそんなに立木さんで全然平気やわ、ほんまにそんなに。もう、でもね、下で杖打ってたり貸してたりするんやけど、あれはね、なんとなく分かった。登る時にっていうよりは降りる時に足元危ない、すごい階段急やから足元危ないので、まっすぐな階段が長いこと続いてるので、あんなもん年寄り転げたら下まで転がり落ちるよ、ほんまにね。だからそれを防ぐための杖やったんやなと思って、はい、な感じで行ってまいりました。で、香川行くといつもね、買ってくるのがこのね、かまどパイっていうね、かまど、出てて見え、これ見える、かまどパイっていうね、かまどっていう、それこそかまどの形した、なんかね、某京都の痩せにも同じようなやつありますけど、どっちが元祖なのか知らんよ。知らんけど、かまどっていうおまんじゅうが、かまどの形したおまんじゅうがあって、そこの、それを作ってるかまどっていう名物、株式会社名物かまどっていう会社が作ってる、こういう、こういうパイなんですけど、これね、開けたら分かるな、こういうね、いわゆるリーフパイ的な、中にこれ真ん中入ってるのがくるみなんですけど、くるみが入っててね、今日は牛乳でいただきます。これね、もともとかまどパイっていう名前じゃなくて、フランソワっていう名前やったんですよ。それがいつの間にかね、かまどパイっていう身も蓋もない名前になっちゃってて、
代替わりした足かな。いや知らんよ、代替わりしたかどうかは知らんけど、なんかこう言うたらね、なかまどっていうもともとあったメーカーがあって、それがまあ和菓子の方の基幹商品やんか。でフランソワが洋菓子部門の主力商品やったと思うのよ。そのフランソワをであるかまどをつけて、だってさ名物かまどがあってさかまどパイがあったらややこしいやんか。フランソワで可愛くてよかったなと思うんだけど、だから最初ね、そう名前が変わった時にさ、香川行く人にかまどっていう、お菓子屋さん、香川に何店舗もあるお菓子屋さんで、フランソワっていうお菓子が売ってるから、それ買ってきてくれって言ったら、なかったっつって買ってきたわけ。まあ、その人も機会ええのに、なんて見て、フランソワっていう名前がないから、もう諦めて帰ってきちゃって。で、その時はかまどもらったわ。かまどいらんねんと思って。で、ようよう調べたら、そのかまどパイっていう名前に変わってたみたいで。まあ、どんなお菓子かを言わんかったらこっちも悪いんやけど、聞くやん、普通。っていうのがあって、かまどパイに変わったのを知ったんです。なそりゃ県外にそんな情報もたらされんわな、普通な。そうで、それからかまどパイになったんですけど、多分そんなね主力商品のわざわざ名前をゴロッと変える、まあゴロッとっていうかそのまま名前になっちゃっただけやけど、持ってなんか代替わりとかさ、そういう大きいイベントがないとなかなかせえへんやん。しそうなんかなと思って、これね、まあマーガリンは若干入ってるんですけど、国産の小麦粉、グラニュー糖、バター、マーガリン、卵、くるみっていう、もうなんかね安心なもんしか入ってないので、非常にお土産にも渡しやすくていいんです。はい。こんな感じで7件いろいろ回ってきた動画を、この後おっさんがうどん食べてるだけの動画っていう動画を上げますので、またよかったら見てください。はい。で今日ね、今朝、昨日の晩、12月15日、2022年12月15日の晩に、あ、そうか、アバテは、アバター明日からやわと思って、アバター2ね、ウェイオブウォーター2明日からやわと思って見てみたら、事務所から近いのは、事務所今ここ四条大宮なんで、事務所から近いのは二条の東方シネマスなんですよ。なのでIMAX の HFR の 3D っていう、もうちょっと情報量が多いなっていう上映方法やったんですけど、まあ、HFR 今回ね、 HFR ってハイフレームレートっつって、普通の映画は1秒24コマなんですけど、それを48コマで撮ってる、非常にその情報量の多い、映像で一部見れる、動きの速いとか見れるみたいな話があったので、ちょっとそれも見てみたくて、一般上映よりはそっちを見てみようと思ったので、8時40分があったんですよ、その初回で。それを見ようと思って予約したわけで、8時40分やからさ、
もうバタバタして朝出かけようとしてて、もう7時38分か9分かなんかバスやったわ、それ乗ろうと思ってたから、なら電話が7時過ぎにかかってきて、7時過ぎに電話よ。で見たら固定電話の全然知らん番号やったから、075やから京都やと思うんだけど、でおっと思って、そういうの出ないんですよ、なんか怪しいやん。でそういうのは出なくて、あの履歴を見てそれ番号コピーして検索かけたりするんですよね。でそれかけたら、あの東宝シネマズやって、京都ので、おりょうと、なんかこれあったなと思ってかけ直したら、まあ1回目はね、あの話しちゃったけど、2回目かけたらすぐ女の人が出張って、堀江です言ったら、あすいません堀江様と8時40分からの会ご予約いただいてるんですけど、なんか機材の不調で、あの上映できる目処が今のところ立ってませんと、で今回はキャンセルになりますと、分かりましたと。でどうしようかなと思って、もう見る体制になってるから見たいわけかというて、そのいつ復旧するか、多分ね HFR 絡みのなんかかな、やったんかな、まあね、あの高度な機械使うとなかなかいろいろ大変やろうから。で探してみたら、あのムービックス京都、ちょっと遠くなるんやけど、ムービックス京都の、あのドルビーシネマズ、ドルビーシネマズじゃ、ドルビーん、ドルビーシネマか、で8時10分からあるっていうのを見つけたので、それをとりあえず予約して、もうカツカツやなこれと思って。でもまあ8時10分からやったら、開始20分や多分本編がね。で行ったら15分について、まああの目論見通り座ったらすぐ始まったぐらいやったんですけど、あれね、ドルビーシネマはね、入るときタイミング逃すと大変で、黒が完全な黒なんですよ。でも完全にあのほぼほぼ光がない状態になるので、普通のあのプロジェクターやと黒って言っても黒に近いグレーでわずかに発光してるから足元もちゃんと見えんのよね、がなくて、もうほんまにドルビーのやつっていうのは真っ黒になるので、タイミング流すともう全く周りが見えへんような状態で入っていって後ろで、あの今真っ暗な状態なんで気をつけてください言われながら行って、で座ったらすぐ本編始まったんやけど、 HFR ね、ハイフレームレートはねすごかったです。今回だからドルビーやから 4KHDR のん、どっち、 4KHDR4K なんかな、よく分かってない。でドルビーアトモス、音がね、ドルビーアトモスで、すみません、よく分かってない。ほんでね、ほんで HFR っていうのは前編じゃなくて、あの動きの速いとことかアクションシーンとかに使われてるって話やってんけど、あの感覚としてはね、あれ、あの再現 VTR みたいなんでさ、あの普通のカメラで撮ってるとこからポンって、あのこうすごい狭いとこをこう通ったりとかしてる時に、あの GoPro ってちっちゃいカメラで、ね、すごい広角のやつがあるんですけど、すごいそれがあのハイライトが強く出るタイプのやつ でそれにパンと切り替える、ちょっとなんかね変な生々しさがあるの、わかるかな、そういう映像になんか急に切り替わった時みたいな感じがあった。なんかすごく普通に映画見てて、そこだけパンってなんかね、そこにほんまにいてなんかやってる感じのぬめっとした感じ、ぬるぬるした感じで見えたので、なんかすごく生々しかったです、あの映像の空気感が。そうやし、あの映画っぽくない、いろんな意味で、うん、
だから映画見たっていう感じには、あれ前編あれで撮られたら映画見たっていう感じにはならへんかもしれん。あれだからその舞台作品とかをあの HFR でハイフレームレートで撮って映画館で見ると、そこで舞台やってるみたいに見えるかもしれんなと思って見てた。すごいなんか気持ち悪い感じでした。あ、すごいいい意味でよ。気持ち悪いって言っても、その生々しいのがすごい気持ち悪いっていうので、いい意味で気持ち悪いってなんや。まあでもそうやったわ。で、まあ話的にとか映画としてすごくエンターテインメントがよく何言ってるか、すごいでも良かったのよ。エンターテインメントとしてもちゃんとまとまってて、でちゃんと次につながる終わり方を、もうそれが力づくやったけどね、次につながる終わり方をしたので、まあもう三部作に持っていく気ないな、ジェームス・キャメロンはっていう感じではあったけど、まあでも良かったですよ、すごく。映像も綺麗やし、すごいスケール感の映像やったからね。なかなかエグかったです。今回はね、その巨大な海の動物とかもいろいろ出てくるので、4DX、 この席が動くやつね、あれとかで見るとだいぶ迫力あるけど、乗り物酔いしちゃいがちな人はちょっとしんどいかもしれへん、あれは。3D で見ててもまあまあな感じになってたので、よかった。でも、大阪にはあるかな、あこのあれか、万博のとこのシネコンがそうなんかな、ドルビーがあったんちゃうかな。違うわ、あそこはIMAX があんのか。なんかでもね、IMAX かドルビーシネマで、なおかつ、HFR 対応のスクリーンで見た方が、あの映画に関しては進化を発揮すると思います。すごく良かった。はい。ので、ぜひとも。まあ、ただね、1800円プラス、その HFR 対応の 3D メガネ、を借りるのよ。借りるだけで1000円かかるから、毎回だから2800円いるわ。それだけちょっと、もうほんまもうちょっと安ならんかなと思うけど、非常にと思ったけど、あこれってもらえるんちゃうんやみたいな、しっかりしたメガネを渡されました。はい、な感じで、まあお時間の許す方は行ってみてください。あとなんか喋らなあかんって、どっかなんか行ったっけな。あ、そうそう、ようやくアンディ・ウォーホル展行ってきました。はい。で、見たい、アレサ・フランクリンのジャケットになってるやつとか、見たいやつが見れたので、骸骨のやつとか、いろいろ見れたので、よかったんで、で、ナビゲーター、音声案内のナビゲーターがね、斎藤飛鳥ちゃんやったので、ずっともう耳元で飛鳥ちゃんが喋ってるのを聞きつつ、いろいろ見て回ってきました。あれね、初めてやったんやけど、QR コードで、入ったとこに QR コードが表示されてて、QR コードとから、そこのサイトに飛んで、そこでこう、聞きながら、電話で、スマホの耳当てながら、まあ、ヘッドホンしながらでもいいんやけど、こう、ガイドを聞いていくタイプのやつで、要はあるやん、こんな機械、補聴器みたいな機械、昔の補聴器みたいな機械渡されてこうやるやつね、あれじゃなかったです。で、あっていうことはこれずっと聞けるやん、アスカちゃんの声と思って再生しようと思ったら、どうもね美術館の閉まる時間で、時間が切れるみたいで、多分ねその日それ見たらね、確かにQR コードの下に日付が入ってたわ。だから毎日あれ QR コード違うんや。だからその日が終わったらもう聞けへんようになるので、繰り返し聞きたいときはその日美術館が閉まる時間までに、その音声を何かに
録音して聞けるようにしといた方がいいと思います。はい、うまいことできてるね。まあもう一回ぐらいは行くと思うので、その時にちゃんと録音できるようにしときたいと思います。あかんねやろけど、はい、じゃあね、バイバイ。うどん動画も見てね。